まあ、うちの初代はそういうことで、二十歳の時に金浦から出てきて、そして名門城で捕らえられたのが多分26か7だと思うんですよ。で、そのままもう結局そのふるさとの金浦の自分の家族、両親と会うこともなく、日本の土になっていた、まあ、日本でまた奥さんもらってということですけど、いやもうその山番っていうのはこっち来たら全く通用しない、はい、そうですね、ただなんて言うんでしょうね、韓国っていうのは日本人が考える以上の階級社会なんですよ、今でもそうなんです、実は、はい、そうなった時にやっぱり多種多様な人間たちがこう集められて連れてきてますんで、そういった人たちをこう取りまとめる上ではやっぱりその地位っていうのは非常に重要だったと思いますね、はい、とにかく言葉もわからない、はい、右も左もわからない人間たちをここで生活をやっぱりさせていかなくちゃいけないわけで、当然新しい支配者である島津家との、はい、なんていうか関わり方っていうのはとても大切になってきますから、うん、そういった部分でですね、非常にそれで上手にやったと思いますね。で、焼き物の仕事はその中で、始まっていったんだろうと思うんですけどね。島津家がやっぱり一番当時求めていたのは、茶道具の生産だったんですよね。結局、当時日本には白い、まず土が、まあ、焼き物を作る上で、白い土を作る能力がなかった。それから、釉薬を、ない。だからそういう部分では、片っぽでその、いわゆる、千利休が大成した和美茶が大流行していく中で、どうしても朝鮮半島南部の茶碗を見立てて、名物にするというふうな流れの中で、やっぱり事業でも、生産したいという、これも価値の創造ですから、例えばその、蜂蜜だとか、木綿だとか、っていうのはその、もうすでに出来上がって、それをそのままこっちで持ってくるって話じゃないですか。ところが、土が違えば、焼き物も違いますし、あくまでも朝鮮人が一番最初に作ったお茶碗を作った目的と、日本人が欲しがった目的とは異なるわけですよね。やっぱり、和美茶の禅の思想に合うかどうかっていうところですから、そこら辺は、朝鮮とは全く違う。一条に匹敵するという。はい、だから、やっぱりそういう一つの礎を作ったのが、織田信長なんですよね。彼がやっぱりその、栄西が中国から抹茶を持ってきて、で京都の栂尾で、茶栽培始める。で、陶茶っていう文化が、日本で室町時代にあって、その時にその、唐物のいろんな、茶道具がたくさん入ってくる中で、それの序列をつけるんですね、日本の中で。これは日本人らしいんですけど、で、このランキングをつけて、そのいいやつの一大コレクターが信長なんですよ。まあだから、そういう部分では、その、やっぱり薩摩も、朝鮮白磁であるとか、そういった、いわゆる、朝鮮半島南部にあるようなおおらかで質朴な、お茶向きの道具をまず作ろうということが初期的な目的ですね。はい、この、島津義弘という人も、これも利休の弟子だったんですよ。だから、朝鮮でも、茶入れを常にこう、携えて、で、日本から抹茶を送らせて、それでお茶会開いたりしてる、相変わらず。秀吉と一緒に戦争しながら片っぽでお茶会を。昔、僕の子供の頃のうちって、まあ、変な話でこんな綺麗な状態じゃなかったんですね。もうもっと。さっきお食事召し上がった時に写真があったでしょ。あれ、あんな感じだったんですよ。もう屋根はもうずれて、雨漏りはして、釉薬の入った紙引っ張った女も、破れてるじゃないですか。仕事着が。まあ本当に貧しかったですよね。
だからそんなに貧しいですけど、こう権威があるって言ったら、その歴史があるって言われても、うん、で僕はもう自分の家業、はい、その家で工場で、おじさんおばさんたちが働いてるっていう、はい、一つの何、さつま焼き製造工場みたいな風にしか見てなかったですから、はい、物を作るところだ、物作りとは何だろうみたいなことは、全く考えもせずにいたんですね。で、まあ、高度経済成長が来て、で、大量生産、大量消費っていう形で、まあ、変な話ですけど、別に焼き物を特別に特訓した人がない、近所のおばさんでも、まあ、ちょっと練習したら作れるような、こういう型にポンと粘土の入れて、みたいな。そんなことをやってた時代でしたからね、僕は小さい頃っていうのは。だん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 それでも、それによって暮らし向きが上がってきて、で、後を継ぐ。ちょうど大学を卒業した、する前ぐらいから母親にやっぱ盛んに言われるようになって、なんとか後を継いでやってもらえないだろうかって言われて、自分がまだこの仕事に向いてるのかどうかっていうことと、それからこの、やっぱり僕も随分中学に入ってからこの、陳っていう朝鮮名で、いろんな、トラブルがあったんですね。で、それが原因で自分の人生も大きく動くこともあったし、だから向いてるのか向いてないかっていうのと、その朝鮮の名前を背負っていくことの憂鬱さですね。この二つはやっぱり、パッと解決できる問題じゃなかったですよね。ある時に、ちょうど、結局京都の訓練校に、京都の工業試験場に入って最初、で、釉薬のテストやって、釉薬を本当にいっぱい勉強しました。何千ピース作ったら、もう6畳一間のアパートに、テストピースが入りきれなくなっちゃって、そうですね、こういうピースを、釉薬を、いろんなこう成分を、5% ずつずっとずらしていって、で、焼いて、チャートを作るんですね。そこの中でこうやっていくと、この成分がこれぐらいを越してくるとこういう表情が出てくるんだとかっていうのは、自分でやっぱり実験してみないとわかんないんで、そのためやっぱり試験場の来回機って言ってこう、ブワーンってこうするやつの中にもいくつも、その試験、釉薬を入れてですね、夜もだから9時とか10時台ぐらいまでは残って、一人で実験してましたよね。それは先生にとって面白かった。面白かった。面白かったんだけど、だん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 変わってきたんですよね。最初はやっぱりこの、そこに出、それによって出てくる釉薬の、その、例えば結晶化したりだとか、嫉妬してきたりだとか、ものすごい綺麗にクリーンに溶けたりとか、そういう変化を見るのが面白かったんですけど、でこれがだから自分が将来本当にやるのかなって思ったときに、やっぱり今もそれはそうなんですけど、やっぱり一番惹かれたのはやっぱり透明釉ですね。最終的には。でそうなってくると、透明釉って所詮、釉薬って所詮着物ですから、服ですから、はい、ボディを作んなきゃいけないっていうことで、じゃあ今度はその元になる、土作りというふうなところにこうだんだん関心がある。それが僕がそれを気づいたのは、うちの父に、連れて行かれた、これ、一つ展示会があって、あれは、パーセバル・デビットっていう、イギリスの富豪の確か、コレクションで、デビットコレクションっていうんですけど、そこで中国の庭園のコレクションを見たんですよね。やっぱり衝撃でしたですよね。次は訓練校に入って、で、ここは訓練校って言ったらもういわゆる職業訓練校ですから、もう毎日の頃開けてもくれてもやってるわけですよ。で、まあ弾けるものが増えてくるじゃないですか。だんだん。最初はもうこういう飲み茶碗しか弾けなかったのが、やがりお皿も弾けるようになってくる。一輪挿しだ、大皿だ、二物だって言って。で、鹿児島に帰ってきてもやっぱり家の手伝いができるようになったんですね。そのろくろ政権の部分。で、その時に母親に、トーストを乗せるお皿が朝一枚欲しいからって言って、
それでいいですよって言ったんだけど、なかなかそれが作れなくて。で、こう紙にもいろいろデザイン書くんですけど、結局その、なんていうんですかね、やっぱり、これが美大を出てない人間の哀れなところなのかもしれないけど、パクリなんですよ。過去の名品とか、ヒット商品とか、いろんな人の資料を見ると、そういったものの中から、面白そうなものを選んで、引っ張り出してきて、それをユニットにして出すみたいな、まあ一番良くないやり方ですよね。でも、陥りがちなんですけどね。ね、だから、そこで、なんかこう、なんで俺は何にも自分でこう、思いつくことができないんだろうって言って、結局技術は繰り返し繰り返しやっていけば、いつかは身につくんですよね。うん。純の息子なんかも、そうですけども、やっぱり根気よく、続けていける人っていうのは、いい職人になりますよ、やっぱり。別に性格が素直だったりすると余計いいと思うんですけど、でもじゃあ何を作ろうかってなると、今度またちょっと話が違って、で、結局僕イタリアに逃げたんですよね。イタリアはファエンツァっていう町で、エミリア・ロマーニャ州というところなんですけど、もともとは焼き物の町で、そこに結婚していって、学校、国立大学校があったんで、そこ受験して、はい、で、そこに合格して、そこから授業ですよ。1年目やっぱりデザイン持って行っても、全然採用してもらえなくて、それは古いとか、研究してないとか、力がないとか。だから、15人のクラスでみんな外国人なんですね。で、ドイツ人とか、ペルーとか、カナダとか、いろんな国から来てて、あいつらが先に行くわけですよ。パスして。で、僕でも最後残っちゃった。1年ぐらい経っても、結局まだデザイン出しては突っ返され、デザイン出しては突っ返され。なんかだんだんこう、気持ちも慣れてきて、ダメなのかよ、日本帰るかなっていう感じになった時に、不思議なことに、その、富本賢吉さんつって、色絵のね、京都の仏子の先生がいらっしゃるんですよ。その先生の言葉で、模様から模様を作らずっていう言葉があるじゃないですか。その言葉がこう、なぜかその時降りてきて、その時なんとなく自分なりに意味が分かったような気がしたんですよ。それまでは言葉は知ってたけど、その意味を深く探ろうとしなかったんですけどね。あ、そうかって思って、俺は自分が一番心地よいと思うものを、この形にしなきゃいけないんだっていう。それが俺の、いわゆる表現なんだっていうことを、その時、なんか、あっと思って、落ちてきた。あれも五千度の力だったかもしれない。そこでバーッとデザインを描き始めて、20枚ぐらい描いたのかな。で、それを持ってって、翌日、教授の前に出したんですよ。そしたら、ブラボーって言われたの、今度は。ブラボー、オッケー。じゃあ、これをもっと紙の上でもっと発展させようと。伸ばしたり、ちぎったり、丸めたり、掘り投げたり、すべてこの紙の上で、ズビルパーレって発展して、そしてエステティケートしていこうと。いうことで、そこからは急に楽しくなって、毎日ガーッ書くわけでしょ。先生はますますテンション上がってきて、いいと。最終に一つのデザインが出来上がった時に、よし、これをモチーフにしたテーブルウェアを作ろうってやるんですよ、で。そこから今度はテーブルウェアの設計に入るわけです。それでやっとラボに行けるわけです。で、これを作るための、ラブに入って初めて分かったんですよ。あ、これ俺できねえや。作れないよ、これって。紙には書いたものの。どうやって作るんだ。そこからそのどうやって作るんだを教わるのがイタリアンメソッドなんです。
からその時に思ったのは、やっぱり、あ、この表現っていうのは、あの、なんだろうと思った時に、この、表も表すって意味だし、言も表すって意味だけど、でもその意味するところは違うよなって思って、やっぱり言っていうのは自分の心の中に、まあなんとなくあるんだけど、ぼやっとしててよくわからない。例えば、将来に対する不安だとか、なんて言うんでしょう、支援の恐怖だったりとか、まあ何でもいいんですけど、誰かが好きだっていう感情もそうかもしれないし、でそういうこの輪郭のないものに輪郭をつけて可視化させるっていうのがこの表なんだろうな。だからやっぱりこの、つまり何をやんとしてるかというと、何をしたいのかっていう思いがまずあって、で、それを職業というツールを通じて、可視化させるっていうことだな。そう考えたら、世の中の全ての人はみんな表現者だなと思って、何もその、それこそ物書きとか物作りとか、画家とか彫刻家だけが表現者ではなくて、学校の先生であっても、バンカーであっても、サラリーマンであっても、みんな自分の職業っていうツールを使って自己表現してるわけじゃないですか。だからまあ、そういう意味では、あ、向いてる向いてないっていうことよりも、はい、伝えたいことがあるのかないのかっていうことが大事なんだよなっていうのは思って、はい、それを殺害っていう舞台で可視化させるっていうことが、はい、多分自分がこの家を継いでやるっていうことなんだろうなっていうのを思ったですよね。千葉先生に、千葉先生がうちの父を主人公に小説書かれたご縁で、泣こうともしてもらったんですよ。その時に千葉先生の手紙に書いてあったのは、民族というものはさまつなものだと、うん。文化の共有個体に過ぎない。種族ではないと。で、いうふうなことが書いてあって。で、日本人にとって大切なことは、その民族や国家をトランスするということだ。そこから真の愛国が生まれるんだっていう。要は、自分がどう今あるのかっていうところだけが大切なんであって、それ以外のことは、もう過去の話に過ぎない。と思って、その時にその、陳という姓を名乗るってことに対しての、わだかまりというか、鬱陶しさは消えたんです。まあ、柴先生のお手紙は大きかったですよね。だからその、イタリアではやっぱり富本先生の言葉。まあ、富本先生が僕に直接話したわけじゃないけど、勝手に、俺、ね。で、富本総理の研究の言葉と、柴良太郎の言葉が、僕のそのためらいというか迷いを消してくれた。打ち消してくれた。今年8月で64になるんですね、はい、で今までも何回か大きい病気したこともあって、はい、特にその一番大きかったのが脳腫瘍だったんですよ。で脳に腫瘍が3つ見つかってその時が50でしたから、あの時自分がこうまだ家内にも言えなくて、そういう宣告を受けたっていうことを、だから一人でいたのはやっぱり不安で、なんかこう、もうこのまま終わるのかなって思ったりしてた時もあって、その時こう、自分の車庫の中の車の中でこう一人でずっと考えてて、部屋にいてこう考えてるとなんかいろいろどうしたのとか言われそうなんで、その時に思ったことですよね。やっぱりまず最高の原料と最高の釉薬を作ること。それから、息子をやっぱりちゃんとした後継者にすること。それと、技術を継承してくれる後輩たちを、育てるというか。この三つがもう、今60になって、自分がやり残した
こと、まだ達成できてないことですね。で、そうなったときに、こう、昔のものもやっぱ僕好きなんで、よく昔のものを見るんですけど、やっぱ昔の仕事と今の仕事の一番大きな違いって何だろうって考えたら、リスクヘッジなんですよ。今の人たちっていうのは何の商売もそうなんですけど、できるだけリスクを取らないようにするんですよね。あの、ヨシンバ失敗したとしても、それが致命傷にならないようにしようとするんですよ。でも昔の人たちの仕事ってそうじゃないんですよね。もう真正面から行くわけですよ。特にその創業者が指揮を取ってた時代なんていうのは。だからやっぱりこう、僕は15代だけど、もう、リスクを回避するような仕事、まず1260度とか1280度っていう、その人知の及ばない高温が支配する世界、高熱が支配する世界で、物は縮み、歪み、割れるわけですよね。それをみんな恐れるわけですよ。だから、安定的な形状、もしくは、調整前の作り込みを極力やらない。で、出来上がったものにひたすら書く。そうすると低温での焼き付けなんで、ノーリスクなんです。でもそういう仕事が本当にお客様の心の中に永続性を持って存在し得るだろうか、と思った時に、違うんじゃないかなって思って。やっぱり我々が彫刻家とか、画家と違うのは、投稿としてあるのは、その1260度の炎に、どれだけの作り込みをやったものを、一回の勝負にかけられるかっていうところが、彫刻家や画家と違うところなんだと思ったときに、そこはすっごく大事に思ってたんですよ。じゃあ、長谷川東博が陳腐化するかとか、しないじゃないですか。ショパンが陳腐化するかってしないじゃないですか。時代を超える仕事ってあるんだろうと思って、それは何だって言うと、やっぱり、こんなのことやったのか、お客さんが思ってくれる。お客様がサプライズ。僕らもサプライズしないと、絶対ユーザーはサプライズしてくれないんで、いい使い手を育てるっていうことが、いい作り手を育てることにつながるわけで、その、なんて言うんだろう。そのプロデュースができるのが僕は百貨店なんじゃないのって思うんですよ。悔いは残さない。そのためにはとにかく、挑み切ったということはやりたい。